今回はこちら、ジェットストリームプライム回転繰り出し式シングル、ブラックとダークオリーブというカラーです。価格は両方とも3300円です。 Amazon とかだともう少し安く買えます。同じシリーズの色違いみたいな関係性の2本なんですが、色以外にも微妙に違うとこもあるので、そのあたりも詳しく見ていきます。まずはブラックから見ていきます。すべて金属製なので持ってみると結構ずっしりとしています。黒い部分はマット加工です。クリップなどのシルバーの部分はツヤのある仕上がりとなっています。このツヤのある部分がペン全体にバランスよく配置されていて、シンプルなんですけど程よい高級感というのを演出してくれています。幅広く使えるデザインですが、真面目な場面での使用がより向いている気がします。ジェットストリームのロゴは控えめですね。真ん中から回して分解できます。リフィルは G2 規格のものが使われています。ペン先のバネは内部に固定されているタイプみたいです。ペン先口金部分は外せそうな見た目ですけど、外すことはできませんでした。ジェットストリームプライムの単色ボールペンにはノック式もあるんですけど、回転繰り出し式の方にはクリップ部分に謎の石みたいな装飾がないのがいいですね。あの装飾は個人的には完全に余計なものだと思っているので、こっちのペンにはそれがなかったので買ってみようかなと思ったんですよね。ただ回転繰り出し式で芯を戻すときに少し回したら勝手に戻ってくれるが好きなんですけど、これは戻ってくれないんですよね。最後までしっかり自分で回さないといけないので、そこは残念です。続いてダークオリーブ見ていきます。こちらも基本的にマットなボディで、クリップなどはツヤのある塗装です。カラー以外の部分でデザインとして大きく違うのはペン先ですね。ブラックはパーカーのとあるペンを彷彿とさせますが、ダークオリーブはドシンプルですね。それでも全体的に見てかっこよくて、少しカジュアルに寄ったデザインで、このカラーも好きなので個人的には満足です。この黒い部分ですね、塗装かメッキかのせいでプラスチックに見えるんですよね。クリップの部分はそこまで硬くもないので、いじった感じもプラスチックっぽいです。ただ磁石がくっついたので、鉄だったり合金だったり何かしらの金属だとは思います。ただどうしても安っぽさを感じるので、どうにかできなかったものかなと思います。クリップの形状は同じみたいです。ダークオリーブというカラーなんですけど、同じユニのペンで似たカラーを2本持っていて、クルトガアドバンスアップグレードモデルのマットグリーン、クルトガアドバンスのディープグリーン、どちらもグリーン系の色なんですけど、こんな感じで並べるとうまい具合にグラデーションになります。ちょうど中間のカラーですね。クルトガアドバンスには同じ名前のダークオリーブっていうカラーがありますが、比較してみたいんですけど持っていないのですいません。この2本は重さも微妙に違います。まずはブラック 31g です。続いてダークオリーブ 33g でした。ペン先のデザインが違うので、重さが違うとしたらそこかなと思います。なので分解してパーツごとで重さの違いを測ってみます。まず鋼軸です。ブラックが 14g、 ダークオリーブが 14g、 鋼軸の重さは同じでした。次に前軸、ブラックが 13g です。ダークオリーブが 16g ですね。わずかにダークオリーブの方が前軸が重いようです。重心バランスに多少影響が出そうですね。ということで重心位置を測ってみたら、ペン先を出した状態でブラックが 8.0、 ダークオリーブが 7.5cm でした。どちらも重心は高めなんですけど、ブラックの方がより高いみたいです。では軸の太さはどうなのか測ります。前軸と後軸の境目あたり、ブラックは 10.1mm です。
ただペン先に向けて細くなっているので体感としてはもう少し細く感じます。続いてダークオリーブです。こちらは 10.2 ミリですね。多分誤差の範囲だと思います。で、この2本よく見るとペン先の太さが違うんですよね。こんな感じでペン先への尖り方が違うんですよね。わかりやすいように同じ位置に定規を乗せてみます。こうして見ると一目瞭然ですね。ダークオリーブの方がペン先側が太くなっています。握ってみるとわかるんですけど、ダークオリーブの方が若干太いです。最後にペンの長さなんですけど、どっちもほぼ同じで14センチちょいです。では実際に書いていきながら項目ごとでレビューします。ジェットストリームプライム回転繰り出し式シングル、ブラックが 0.7 ミリ、ダークオリーブが 0.5 ミリ、価格は3300円です。まずデザインです。これは最高です。とにかくシンプルで洗練されたボディですね。文句のつけようがない気がします。ブラックの方はペン先のデザインが少し凝ってます。こんな感じで地味になりすぎてないですよね。一方でダークオリーブの方はペン先だけ見ると面白みがないんですけどね。このカラーリングなのであえて何もしない方がベストなのかもしれません。次に書きやすさです。これは普通からいいくらいですね。グリップが細くて重たい上に重心位置もブラックが 8.0、 ダークオリーブが 7.5 センチと高いのでサラサラ書く人にはおすすめですが、シャーペンみたいにガシガシ書いてしまう人は疲れやすいかもしれません。グリップ力は軸のマット具合がちょうど良くて滑りにくいかなと思います。次は書き味です。これはいいです。ペン先のガタつきがなくてゴツゴツコツコツした感触が味わえます。筆記時のペン内部の音もなかったので良かったです。ただペンの向きによっては音が鳴りました。こんな感じです。続いてコスパです。これはいいです。デザイン重視で購入してみたら書き味も書きやすさもまあまあ良くて満足です。最後にどんな人におすすめかですが、重めの金属軸で細身のペンを探している方、比較的手軽な値段でデザインや程よい高級感を求めている方ですね。というわけでレビューはこんな感じです。最後に回転繰り出し式でデザインも好きだけど重たいのがちょっとっていう方にはペンテルのなんですけどエナージェルフィログラフィーというのもおすすめです。このペンはプライムより軽くてデザインも結構いいです。そして何よりプライムの半分以下の価格なのでコスパはかなりいいです。一応概要欄に購入リンクと紹介動画を出しているのでその動画のリンクも貼っておきます。というわけで今回はジェットストリームプライム回転繰り出し式シングルブラックとその後2021年の2月に発売されたダークオリーブの紹介でした。後から販売された方はですね、重心バランスと気持ちしっかり握れるように少し太くという部分やペン先のデザインとかですね、微妙に違う部分があるのがまた面白いとこでした。書きやすさとかデザインとかで、まあ、どのカラーを買おうかちょっと悩みそうですよね。この動画が少しでも判断の参考になればなと思います。このペンに関する質問はこの動画のコメント欄やメールなどで受け付けてます。遠慮なくお願いします。それでは今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。